義治572年は、北西の文人、学者。字は、白喜。送り名は、文帝。本願は、巨六文化極要件。父は、義子建て。子は、義人士表。北義の聖子、義書の戦者で、王の学ぶ博士。北義の伏し弁御門の時期に、三喜次郎となり、喜居中を干渉した。その後、治国師、中書次郎となる。 北義末より、当義、北西の証書の多くには、義州の文が採用され、律令の改修や霊典の整備にも功績を残したとされる。恩師匠、慶と共に、北地三歳と称された。北西の建国後は、中書令、著作郎となる。551年、北義氏の編纂を命じられ、554年、義書130巻を表し創上した。 しかし、義衆の戦した義書は、返纂にあたって、自分の意見に従う者だけを士官として任命したことや、敵対した者をことごとく貶め、記述に公平さを欠くことなどから、評判は、すこぶる悪く、絵しと称されたりもした。また、自らの才覚を頼み傲慢であったことや、難聴張りに使者として赴いたとき、 芸品館に議女を連れ込んで、南朝張り側の品縮を買ったり、驚き町とあだなされるほどの公職な面や、権力者に平気でコびへつらったなどのことから、批判を受けることが多々あったという。議書編纂によって、人々の恨みを買ったため、577年に、北西が滅亡すると、墓が暴かれ、遺骨は外に捨てられた。文集70巻が見られたというが、伝損しない。 ありがとうございます。